皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、まあ、タイトルを見てもらえれば分かると思うんですけれども、なんかもう本当にね、メンブレしてる、メンタルがブレイクしてる話題の推しのね、ここにおるポンポンプリンさんなんですけれども、ポンポンプリンくじっていうのがやってたわけですよ、私の近所のローソンで。で、まあ私の近所って本当に、まあこの音を聞いてもらえれば分かると思うんだけど、まあ車もほぼほぼなんか通らんし、まあ、夜になったら一っ子一人歩いてない街なんですよ。最近ジョギングしたりだとか、リトルと二人でウォーキングしたり、まあ運動をしてるわけなんですよ、日が暮れた後に。日出てる時は暑いから。で、その帰り道にローソンに寄ってくじを引いて帰ってくるっていう日課にしてたのね。で、毎日毎日一回ずつくじ引いてて、で、すごいこう田舎のローソンだから、そのくじも全然減んないのよ。だからまあ自分で減らしていくしかないんだけど、一気に買ってもね、まあちょっとあれなので、毎日毎日1回か2回ずつ引いてたわけです。昨日も日課にしてたウォーキング、まあリトルとね、昨日は結構長く歩いた、1時間くらい歩いて、今日こそは1等のパンケーキメーカーを当てたいって気持ちでローソン行ったのよ。そしたらなんか、まず入ってすぐのくじコーナーみたいなところが仮面ライダーのくじになってたんですよ。その下にポンポンプリンの時と一緒に置いてあったサンリオのくじが置いてあったのね。だからこれはもうポンポンプリンくじやる人が少ないから、まあ後ろの方に下げてるんでしょと思ってレジに行って、あのポンポンプリンくじってまだありますかみたいな感じで、まああるっしょと思ってこっちは聞いてるから、まだありますかみたいな感じで聞いたら、あ、すいません、もう終わっちゃったんですよって言われて、もうこうなるよね。だって一等引くために頑張って頑張って引いてんだから。で、結局何回やってたかって昨日数えたんだけど、多分17回やってるんですよ。で、そのうち8個はね、人にあげちゃったの、かぶったりしたから。あのリトルの友達だったり、あとは私のお兄ちゃんの同級生のお子さんで、ワイのチャンネルをね見てくれてるっていう子がいるんだけど、その子にあげたりしてて、手元に残ってるのがね9個。で、私が一番欲しかったのが1等のパンケーキメーカーなので、ポンポンプリンの形がつくっていうパンケーキメーカーなのね。わかる？パンケーキ焼いたらポンポンプリンの顔がここに映るんよ、ここに。惜しかった！本当に泣きそう。本当に悲しい。1等からね、確か11等までがあるんですけれども、私はね、8つゲットしております。あ、ってことはくじ引いたの18回か。忘れてた。ちょっと待って、持ってくる。まあ一応当たったものを紹介しますね。可愛いから。結局可愛いんだよ。まあ可愛いんだけど、1等が欲しかったよね。それで動画作ろうと思ってたから。パンケーキを食べまーすみたいな動画絶対に作るって思って当てたかったのに。ああ、ボブーンってなってる。もうこれ当分は元気出ないわ。まず1等がその私が欲しかったパンケーキメーカーで、2等がね、こちらです。ロングクッションなんですけど、これね、ワイさ、結構前のね、サンリオくじで、こっちを当ててんのよ。今枕にして使ってる、もうヘナヘナで汚れてんだけど、このマイメロちゃんのロングクッション、これも当てたのね。これを想像してたから、これ結構ちっちゃいんですよ。3分の2ぐらいのサイズ。この分サイズ違うんだけど、こんな感じ。まあ、これはね、可愛いから、まあ、いいんだけど、2等って2本 あるんですよ。くじの中に。で、2本、うちで引いてんの。まあ、私以外、ほぼ引いてる人いなかったからだと思うんだけど、2本引いてて、これが私の家に1個はあるんですけど、もう1個の方は、その私のチャンネルめっちゃ見てくれてる、前のお兄ちゃんの同級生のお子さんにあげました。ちなみにこれもね、前のポンポンプリンくじの、これは確かラストワン賞。これ欲しくてね、10何回引いた、確か。で、これがここにあるでしょ？だからもうクッションが増えました、ポムちゃんの。3等、これか、確か。トートバッグです。そんな感じで、結構ね、ちっちゃめ。で、マチとかもないんだけど、中がこんな感じで、ギンガムチェックになってます、茶色の。ポケットがありまして、このフロントの、このパンケーキの部分、この部分もね、こうチャックで開くのよ。こんな感じで。かわいいよね。でね、ここのポンポンプリンのここのところの生地がね、こう、なんで、ぬいぐるみ生地みたいな感じでめっちゃ可愛いんですよ。これが3等ですね。で、4等が当てられなかったんだけど、4等がね、確かあの、マグカップ。ポンポンプリンの形のマグカップなんですよ。マグカップも欲しかったんだよね。いずれ1等当てる前に当たるっしょと思ってたんだけど、って感じです。5等がね、確かこれだった気がする。小物入れ。今ね、この中に、リスナーさんからいただいた、これもポンポンプリンの、ポケットティッシュを入れてるんですけど、まあまあ結構入ると思います。アクセサリーケースとかで使おうかなって思ってるんだけど、まあこれは千葉に持って帰ろうかなって感じ。可愛いよね。ここもね、こんな感じ。わかる？結構厚手で、こうクッションみたいになってるんですよ。マジで可愛い。一等欲しかった。6等も当たんなかったんだけど、6等がプレートっていうお皿の白。
ホワイトだったんですけど、7等がね、こう2つ手元にあって、こんな感じ。黄色のお皿でございます。でね、これプラスチックのお皿かと思ったら、ちゃんとなんか陶器のお皿なんですよ。しっかりしてんの。ただね、なんかこんぐらいの箱のサイズ感で出てくるお皿かと思いきや、結構ちっちゃかったのよ。なんか朝ごはんに、おしゃれなインスタグラマーがフルーツ乗せてるぐらいのサイズ感。わかんないよね。箱こんぐらい大きいんだけど、これが中にこう入ってるって感じでした。まあ、15センチないぐらいかな。これも可愛いんだよ、こんな感じで。わかる？音聞いてもらえればわかると思うんですけど。こんな感じでガラスでございます。まあ、これはさ、同じ皿が2枚あってもね、千葉帰ったらお兄ちゃん住んでるし、お兄ちゃん皿結構割るからさ、まあ、1枚割れてもね、切れるけど、もう1枚あるからいっかっていう気持ちになるかなと思って、まあ、2枚加工してあるんだけど、これはね、全部で合計ね4枚かな当たりました、お皿で。1枚はリトルの、お友達に、ちょうどね、誕生日が近いっぽいの。確かね、明日かだか明後日だかなんだけど、友達にお誕生日プレゼントとしてあげました。もう一枚はさっき言ってたこのクッションあげた子と同じ子にあげましたね。はい、これが7等。で、8等がね、確かこれ。じゃじゃん、もう使ってるんだけど、スポーツタオルです。これめっちゃ良くない？こんな大きいの。もう顔映ってないと思うんだけど、こんな感じです。こんくらい。なんかマフラータオルの倍ぐらいのサイズ感なんだけど、生地もね、タオル地で汗も吸収しやすいので、最近こうね、運動始めた場合にはぴったりの商品だなって感じ。これがね、確かね、一番最初に当たった商品。で、これも2本当たってるんですよ。これも、リトルのお友達のお誕生日にあげた。9等がこちらでーす。じゃじゃん。ポーチでございます。これね、3つ当たってて、1個は私でしょ？で、もう1個はリトルのお友達でしょ？で、もう1個はリトルに。あげたんだけど、でもね、これも可愛いの。ただポーチはポーチなんだけど、まあ、こんな感じでなんかぬいぐるみポーチみたいになってて、ここにボールチェーンもついてるんだけど、全然物入らんのよね。わかる？このサイズ感だから全然物入らんから、目薬ぐらいしか入らないんじゃないかなと思ったんだけど、うちのママが普通に小銭入れみたいに使えばって言ってたので、小銭だけで持ってく時とか使いたいと思います。10等11等とパスケースなんですけれども、こんな感じ。これが10等、これが11等なんですけれども、どっちもパスケースでシリコン素材になってます。まあ、柄がすごい可愛いからさ、まあいいんだけど、こっちが2個持ってて、こっちが3つ持ってたんですよ。で、1個ずつリトルのお友達にあげました。いや、リトルのお友達にね、なんか別に、なんか、いらなくてあげたってわけじゃないんだけど、なんか私がいっぱい持つってもあれだから、その、かぶんないようにというか、こう、セットにして、送ったんですけれども、ありがとうございますみたいなことを言われたので、なんか申し訳ないなっていう、ちゃんとしたプレゼントをね、あげればよかったなって思ったんだけど、まあ言うてね、わいも喋ったことはないから、喋ったことない方からのプレゼントどうなんだろうと思いながら送ったんですけれども、お世辞だとしてもね、ありがとうって言ってくれたので、なんか嬉しいなという感じでございます。というわけで、こんな感じです。わい、パスケースだけはね、まあなんかスイカとかもさ、電子スイカ使ってるからね、なんか使い道がないなと思ってたんだけど、どうやって使おうかな、パスケース。後ろがさ、なんかこう、ここ穴開いてたりしないから、トレカ入れたりして持ち歩くのもなーって感じなんだよね。ただめっちゃ可愛いよね、これ。可愛いからもう、どこに怒りをぶつけていいんかがわからん。なんか他のローソンの店舗でさ、やってるかなって思ったんだけど、こんな時期じゃなかったらさ、いろんなローソンに行って、くじをね、回収しようっていう思ったかもしんないんだけど、今こういう時期だからさ、あんまりなんか、なんていうの、地元の外にもあんまり出たくないしさ、でも一等欲しいしさって感じで、だからもう本当になんで終わっちゃったんだろうって気持ちです。一回700円なんですよ。かける、18かなので、12,600円でございます。で、しかもなんか、最後の方はね、そんな感じじゃなかったんだけど、最初の方さ、なんか、くじだけ引くのもなんかと思って、飲み物買ったりだとか、お母さんとかお父さんに頼まれたものだったりとか、アイス買ったりとかしてたから、最近はもうやってないんだけど。だからね、これよりも、15,000円ぐらい使ってんのよ。まあ、もっといってるかも。それでも欲しかったんだよね、一等。だからもう、ロットで買いますって普通に言えばよかった、マジで。めっちゃ効果。推しは押せる時に押せってこういうことだと思う。ちょっと違うかもしんないけど。悲しくて、ストレスが溜まって、こんなとこにめちゃめちゃ大きなニキビができました。あーもう本当に悲しい。裏切ったのはポムじゃないからさ、ポムはもう今後も押してくよ。押してくんだけど、ローソンに裏切られて。一番 LDH と癒着しとるローソン。本当にどうしよう。ま、ちょっとなんか、次出かける時とかがあって、ローソンが近くにあった際には、そこに一等があったらもう一等出るまで引きたいと思います。という話でございました。はい。というわけで、三両総選挙の結果もね、そろそろ出ると思うんだけど、わい、本当に毎日毎日ポムに投票してたのよ。私のリスナーさんでも何人かポムに投票しましたって DM くれたりとか、ストーリー上げてくれた人がいたので、まあ、めちゃめちゃ嬉しかったんですけれども、なんか推しグッズみたいなやつ、もう出てるのよ。ポム推しみたいな。
いなやつも出てるので、まあそれもちょっと買ったりしたいなと思っております。なんだろう、みんなポムに興味あるのかちょっとよくわかんないし、この動画も需要あるのかちょっとよくわかんないですけれども、まあ、またねその推しグッズ買ったら紹介するので、ぜひぜひポム好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではチョコバナナでした。バイバーイ。